歌舞伎俳優市川團十郎が出演し、6日から27日まで東京新橋演舞場で上演される初春歌舞伎公演市川團十郎襲名記念プログラム実盛は、團十郎が伝統の継承と新時代の歌舞伎の創造を融合させた舞台を目指し、2013年から始めた自主公演エビ会の5回目2019年にシアターコクーンで上映された。実盛は古典歌舞伎の名作源平布引の滝より実盛物語を主軸にした歌舞伎作品で、源平の騒乱の折、斎藤実盛が平家に仕える身でありながら恩義のある源氏に忠義を尽くそうとする生き様や、混乱の世を強く生きる人々の姿を現代の感覚を取り入れた再演出にて描き、2019年の初演時に大きな話題を呼んだ。今回はこの演目をさらに練り直しての上演となっており、初演時に出演した宮舘も参加、今回は2役を務めている。このほか市川右團次、中村小太郎をはじめ、華やかさや実力を兼ね備えた顔ぶれが揃い、さらなる進化を遂げた実盛を届ける。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。